おはモーニー。ケンタッキーの食べ放題チャレンジをしに来たのですが、絶対元取れる自信ない。店舗にはないメニューが勢ぞろってます。炭水化物と肉のパレードや。私の回復薬コールスローを発見。このサラダだけは課金しても絶対食べたいと思わせてくれる魔法の野菜。回復薬は多めに持っておくことに越したことはない。このマヨのようなフレンチドレッシングのような酸っぱさが効いた味付けを溺愛している。油物を摂取するための準備運動しとこう。戦場最前線のチキンの山。事前におすすめ部位を調べてきたけど、何が何だかわからない。この美味しい豆知識を見てもすべて同じにしか見えない。好きな人の些細な違いに気づけないのと同然、ひもて街道を全力走行中。コッケお家で元気にしてるかな、なんてついフライドチキンを見ながら思い出してしまった定期です。まずはクリスピーチキンから。なんやかんやケンタッキーの肉の中でこれが一番好きかも。サクッと美味しい。ツイスターも作れる材料揃ってればいいのに。あ、聞いてください。なんと我一番の楽しみでもあった酒がですね、一時休止していて飲めない事態。この辛さを晴らそうと次の日100円回転寿司でビールをグイしてきました。後半戦まで見届けてください。というかこの無念な私の代わりに私の分もいつもの2倍飲んでください。1チキンに1コールスローサラダのペース大丈夫なのか不安になる。ここに来てビスケット、しかもメープルかけ放題特典。禁断の裏技として紹介されているビスケットチキンバサミをお披露目しよう。カロリーでしかない光景、僕がいるから大丈夫と隣で支えようとしてくれるコールスローサラダ。せめてものコーラ。気休めのカロリーミット常備。こんな感じでビスケットを真っ二つに割って、その間にお酒のチキンを挟むんです。私は一番人気と言われているあっさりタイプのキレの部分をチョイス。ケースの前に貼り付いていたら店員さんが優しく部位を探し出してくれた。おじい、これダメだ、人が食べていいものじゃない。なのに美味しくて止まらない。助けてアンパンマン。昼ドラよりもドロドロしてる。重い。ちなみにチキン全種類ゲットしました。全てが茶色い。サイドメニューも全て茶色いんだよな。チャーリーとチョコレート工場に匹敵する。もう一皿もここで米は許されないと分かっていながら、ガーリックライスやラザニア、ポテトやナゲット。コールスロー食べるのがもう準備運動感覚なんですよ。本当にナゲットからのガーリックライス、そこまでずっしりバター絡んでいるようなタイプではないので比較的食べやすい。学生時代に急にポテトがパーマかけたみたいな、こうくるんとうねり始めてね、気づけばこれがデフォになってましたね。個人的には細身ストレートのポテトの方がタイプです。コールスロー結構価格高いので、あえてこっちで元を取るのはありかもしれない。人気ランキング2位とも言われているドラム、キールよりも脂っこさを感じる。プリプリの軟骨もひょいと顔を出している。ここら辺から何の部位なのか分からなくなってきた。画面越しに特定できるケンタ警察おらん。この分厚いの結構ジューシーなので腹にたまりますね。野菜で流しコロッとくる。コーラだけなんて、ソフトドリンクだけなんて、僕は嫌だ。そうだ、これ懐かしい。こんなキャラクターいなかった。これ買い漁ってました昔。自分の書籍がないか確認しに来た坂村、在庫なくてむせび泣いた。この画面だけ残し去っていったダイニングメッセージです。気づいてもらえたかな。本屋ランキング1位に草。アルコールと遠距離を送った私は鼻で笑っているような気がして、スヌーピーが嫌いになりました。次の日走った。無我夢中で走ったというか、電車を走らせた。酒を握りしめたら気づけば仲間たちが集まっていた。この時ちょうどウニ尽くしフェアだったので、豪華に見えるか、これ100円寿司ですよ。おいしい。昨日ケンタッキーの後、施設内のありとあらゆるお店を回ったけど、全部ね、積んでた。空いてなかったの。なので、彼と会えずに終わってしまったのが悔しくて、走ってたどり着いた先がここだったというわけ。素晴らしき朝飯。世界が輝いて見える。おいしい。ケンタッキーで胃がもたれてたので、寿司でさっぱりしたい気分だった。魚を泳がせて酒を注げば、もたれた胃も元気になるはず。炙りサーモンチーズは重すぎて、あ、これケンタッキーじゃんとなった。情けの青さんの味噌汁。そして初号機ロール。紫もソースなんだろうか。気づけば全席美里さんのアナウンサーになってた。マヨなのか何なのかよくわからないけど、まろやかな何かだということはわかる。初号機が流した体液なんでしょうか。想像以上に掴むのが難しい。ネタと米を乖離させて食べる禁断の技。最低だ。わい。まあなんというか、カルフォルニアロールが好きなら好きかもねっていう味でした。
朝からビールを飲む髪ぼさすっぴん女をそんな目で見ないで、店員さん。カメラに一瞬映ってしまった自分を見て驚愕するくらい顔が死んでるので、放送禁止事項だと思って切り取った。串カツ食ってさっと帰ろう。やめて。うわ、死ぬ時でも何でもないんですよ。やっけ、やめろ本当に。やばあの間やめて、本当にやめろって、本当にやめろ、もうあげないよ、やめろ本当に。なんでだい、なんでやめてってるでしょ。痛い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 、アンロック。怒られても撫でられると気持ちいいのか、おとなしくなりましたね。そんなことがなかった。やめてくんないとどうなるか分かってる？あんたがその気ならね、戦うからね。痛い、戦うよ、噛みつくよ。やめろって言ってるなら、お前がウルトラマン好きだろうとこっちは容赦ないからね。めちゃくちゃ噛みつくんですけど、おでこを撫でると噛みつきながら寝ると、もうめちゃくちゃですねこれ。撫でられてご満悦なのか、おとなしくなりました。でいいんですよ、このくらいでおとなしくなってって感じ。ダメだっつってるでしょ、本当にやめて。自分の里に帰って、自分の里に帰って、自分の里に帰るの、わかる？自分の里に帰るのかな。ほら、撫でるとすぐ寝るでしょ。おでこについてるよ、ゴミが。仲直りの握手しよう。今日はこの辺で勘弁してやるよみたいな感じで帰っていきました、里に。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。いやー、ケンタッキーノンアルコールというレア回から、シャッケとのね決闘というちょっとカオスなね回でした。こういうシャッケ見たいとか、こういう回見たいっていうのあったら、よかったら教えてください、コメント欄で。ほんじゃあバイバイ。